こんばんは。シャツサーフヒデの波乗りラジオ、全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想、そこに一言付け加えていつもだいたい10分ぐらいでお届けしていますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。いやー、梅雨真っ最中、この時期はとってもね、蒸しますよね。すぐに汗かく。代謝はいい方なのでね、特にかもしれませんが、じわっとしますね。一度そうなったらシャワー浴びないと、リセットしないとね、ちょっとね、体的にね、イライラしちゃいますよね。モチベが上がりませんよね、すっきりと。リセットしないとね。なので、すぐにシャワーが浴びれる環境がとっても嬉しいですね。民宿に泊まり行ってた時は当たり前ですが、24時間シャワー OK なんですね。これめっちゃ嬉しいっすよね。いつ汗かいても OK ですね。寝汗とかもありますからね。風呂はね、16時から23時までだったと思いますが、シャワーで十分じゃないですか。しかも自分がよく利用している民宿はなんとね、タオル使いたい放題なんですね。そうなんですよ。それがね、めっちゃ嬉しいっすね。なんですよ。廊下にね、風呂に行く動線に椅子が置いてあって、そこに大量のタオルが置いてあります。統一ではなくて、いろいろな銘柄なんですけどねでもね、自分としてはね、タオルの消費が激しい方なので、シャワー浴びたがりなんでね、とっても助かります。なのでね、汗ばんだらすぐに利用させてもらっていましたね。この民宿でね、今回は初心者レクチャー実施です。さてさて、3回目ともなるとどうなるかなというところをね、後半にお届けしたいと思います。それではまずは全国波情報、本日の振り返りからですけども、全国的にね、雨を降らした低気圧が東の海上へ移動しました。日本海側は影響が出てくれてませんね。うねりのね、影響はないですね。太平洋側はですね、その影響で広い範囲でサイズが上がってくれていました。残してくれたって感じですね。風はね、その低気圧の周りで強めに吹いてしまい、面が乱れたエリアが多かったかなと思いますけどね。サイズを上がったというより、キープ傾向ですかね。サイズをキープ、してくれたって感じですね。明日の波予想ですけども、明日はですね、前線の低気圧は東の海上へ、新たに大陸から大型の低気圧が移動してきそうです。そのうねりが若干ですが、日本海側と九州地方に出てくれそうです。その他の太平洋側は東からのうねりが弱まりながらも続くので、うねりはキープ傾向かと思われます。風はですね、大陸から来る低気圧の影響でその周りでは強めですが、それ以外のエリアは穏やかそうです。というところで、明日の出戻りサーファーエンジョイレベルは星3つですね。はい、風がね、西エリアで強めなエリアが出そうですね。波のサイズは本日と同じか、エリアによっては強まるので、本日よりは遊べる範囲が広がりそうです。今日の一言ですけども、初心者レクチャーですね。初心者は難しい、そう思いますよね。でも大丈夫です。会うたびに成長が感じられます。それがね、楽しいんですね。それがね、自分としてはめちゃくちゃ楽しいです。でも今回ちょっとね、問題があったんですね。そうなんですよ。レクチャー予定してたらね、彼が熱を出しちゃったんですよ。でリスケしたらね、自分が今度はね、コロナになりましたねいやマジで焦りましたよ。実に2ヶ月間が空いてしまったので、2月に行ってから4月、3月、4月ですねと大幅に空いてしまったんです。
こうなるとね、マイナスの要因が他にも出てしまいますね。その間のトレーニングができない時間があったとのことですね。あったりしますよね。そう、まあ自分がいけないですけどね、会えてしまったんでね、気が緩んでしまったっていうのがありますね。いや本当に申し訳ないですね。では実際海に一緒に入ってどうだったかというとですけど、初めはね、また一から感っていうのがあったのですが、やっぱりね、人間はね、忘れる生き物だからな、動物だからなって思っちゃったんですけど、体はね、ちゃんと覚えてるんですね。そう、なので後半はね、体が思い出してくれていました。いや、良かったですよ。リターンサーファーだと同じ感がありますよね。出戻りサーファーだと、はじめはね、とても大変だけども、体はちゃんと覚えてるので、戻りが早い。うん。初心者でもね、同じでした。うん。そう、初心者なのでね、どうかなと思って、初心者も同じ。うん。よかった、よかったって、こんな感じですね。ほっと一安心。波が大きかったのでね、まあ大きいといえど5周前後ですけど、なのでうねりがね、来ない場所に移動しつつのサーフィン、それがね、功を奏して念願のね、立つことができました。立つとこまで行きましたよ。やったー。いや、本日の目標はね、何が何でも立つことでしたので、目標はクリアしましたね。数秒ですけどね、なんとかクリアできたので、次の目標に向かってまた頑張れますね。そうですよ、よかった。レクチャーの後はね、民宿の大広間で復習し、次回の課題と宿題を出して完了しました。意欲があるのでね、一緒に歩いている時やシャワーを浴びている時とかにね、着替える時のバケツ、同じのが欲しいのですが、どこで買ったか教えてくださいとかね、この新しいウェットシャンプー買ったのですがどうですかなんてね、いろいろと質問があったりね、とても嬉しい限りですね。やっぱりいいですね。意欲がある方っていうのはね、本当に質問してくれる。うん、とっても嬉しいですね。なのでね、次回もとても楽しみですね。で、これをね、書いてる頃にはね、もう次回が終わっているかもしれないですね。なんてね、次回はね、時間を置かずに前々回を取り戻すためにね、早めに行いましょうって言ってあるので、次回が楽しみですね。次回にならないかなと思います。それじゃあね、今日はここら辺で終わりたいと思います。このような報告でした。うん、次回がまた楽しみですね。また次回ね、報告いたしますのでね、よろしくお願いいたします。それじゃあね、今日はここら辺で終わりたいと思います。それじゃあ、明日海に行かれる方は気をつけてサーフィンを楽しんでください。それじゃあまた、バイバイ。